先月、同棲している彼氏から結婚したくないから8月中に同性児を解消しようとやられました。私はまだ好きですが、同性解消後は遺跡力分かれた方がいいのでしょうか同性解消宣言をした後も、えー、彼氏の下半身が元気なのはどういう心理でしょうかということなんですが、えー、っと、ま、まず、えー、っと、結婚が面倒くさいって思うのは男性は結構、えー、っと、いると思います。はい。なんでかというと男性って種をいっぱい残したい、ばらまきたい、えー、生き物なんで、もうこう、いろんな人とそんなの付き合いたいわけです遊びたいわけですよ。ってなってくると、やっぱりどうしても、男性は 同棲することによってその遊べる頻度とかが減りますし普通の収入の人だったら家を複数持つのも可能だと思うのでやっぱり同棲してると遊べないんですよって考えると同棲は遊びたかったから解消したんじゃないかなというのがえ僕の予想なのでだからセックスの相手としては別にいいんだけどまあそのそれ以外のチャンスとかを逃したりとかま,あましては結婚みたいな責任を取らなくちゃいけないようなえ状態にはなりたくないってことなんでしょうねはい。 あとね、同棲おすすめしませんよ。結婚する前に同棲するとあの、結婚してから5年以内の離婚率がめちゃくちゃ上がりますよっていう研究とかがあったりするので、結婚する前の同棲はおすすめしないです。あの週末婚とかあの、近くに住むのは別に構わないともしいいと思うんだけれども、同じ家に住むっていうのは結婚するまでおすすめしません。僕は結婚してもあんまおすすめしないけど。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックは無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。